やったやつ。でかくない。うまいかも今回。玉ねぎにこんなに苦戦する。どうしよう。なんじゃこりゃ。失敗。こんにちは、しょうこです。今日は皆さんお待ちかねの花嫁修行第3弾ということで、今日はちょっと第1弾、第2弾とよりレベルアップして、なんと肉じゃがを作りたいと思います。ちょっとやることが多すぎて、うまくいくかわかんないんですけど、頑張りたいと思います。ってことで、まあ、食材はこんな感じで揃ってるので、早速やっていきたいなと思います。まずは、皮を剥いていきたいと思います。これ2人分 ?2 人前だよね。はい。こんな食べるの?私、皮の剥き方もわかんないんですけど。初めて。はい。普通に剥けばいいと思う。はい。これをこうやって。はい。あ、オッケー。料理というよ、多分、いいねしてんね、私。調理実習とかなかったんですか?あったかもしれんけど、記憶にございません。これ作れたらすごくない?そうですね。いつでもお嫁に行けます。確かに。しかも肉じゃなくて結構ね。はい。家庭的な。まずこれを使いたいので、グローブを使って剥いていきたいと思います。これは、私のチャンネルではよく登場するやつです。こんな感じで。握れるので、で、いけるかな。あ、もうすでに洗ってありますんで、いろいろ。あ、結構力いるよ。逆ですよね。たまには笑いもあったらいいかなと思って。わざとですよ、わざと。ありがとうございます。まあ、いいよ、別に。はい、やばい、ツボです。お。あれ、意外と。むずい。思ったよりむずいぞ。こうやってしたらいいか。ああ。切らないようにしてください。え、むずい、どうしよう。これ皮付き、皮付きとかダメ?なんか私、皮どんどん剥いてって、あれになりそう。身がなくなりそう。これ。怖いな、なんか。合ってる?ほんとなんか、スッ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 っていくイメージだったんだけど。今のスッていきました。上の方は。これ、皮付きでよくない?やった。最初この辺をこうしていって、なんかうまくなってません。え、なんか成長しました。やっぱね、飲み込みが早いけんね、私。こういうとこやっぱ天才かもしれない。とか言ってなくなっとるの、人参。まずこの辺をしていって、
もう一周来たよ。おお、まあ、ところどころあるのはまあ。で、今度はこっちからこうする作戦なんだけど、この辺とか皮残ったりし開始まだ6分いい感じじゃない？はい、いいかな。エンジン終了ですか？よし、一旦取ります。どうですか？おー、じゃあもう OK ね。はい、よし、じゃがいも3つもあるやん。もうすでになんか肩こり普段しないことをするから。よし、またこの出番です。これやっぱ万能よね。ですね。これがあれば何でも。でも多分こういうのとかもなんかほら、なんだろう、使いやすくこういう器具、はい、になんか装具とか、装具っていうか何ていうの、なんか使いやすいようにできる気がする。あ、ちょっと待って、なんか意外といけそうな気がするぞ。うまくない？おお、人参よりもなんか様になった。適応がいいです。これあれやね、リハビリにもなるね。あ、本当ですか？うん、普段いかに動いてないかが。しかも翔子さん几帳面でやり始めたら気になるタイプじゃないですか。うん、気になる。いいんじゃないですか、ね。うん、ちょっとカメラがいい問題があって、途中からなんだけど、ちゃんと自分でやってますからね。これさ、絶対さ、もしさ、はい、彼氏とかできてさ、料理作るってなったらさ、はい、とりあえず作るけん、皮だけ見てくれんって。が早そうじゃない？確かに。か、はい、あの、料理のレシピだけちゃんと覚えて頭に入れて、はい、口出しする。はい、まず向いて、皮むいて、はい、こうして。じゃあ
翔子さんもし付き合って同棲するとかなるとするじゃないですか、うん、だったらご飯どうするんですか。お互い実際どうするんですか。まあもしだって付き合うとしても向こうも多分働いてるじゃないですか。ニートすげえちょっとそれは働いてるってなったら作っとったらポイント高い、まあ、嬉しいんじゃないですかね。じゃあ週1ぐらいで作る。で私が料理するってなったらもう1日かかるけん、はい、多分、はい、そうね、私はもう食べもんね、ご飯。そうですよね。確かにそれができたら頑張るよ、最初それ言っちゃダメですよ。最初だけね。それ普通男の人が言うセリフですよ最初だけ。最初だけ頑張って。でもほら最初からさ、でもあれよね、頑張りすぎると。そうですよ、続かない。はい、料理できる人がいい。でもさ、ヘルパーさんは、まあ、どうせ液体にしろヘルパーさんには絶対入ってもらうじゃん。はいはいはい。余計もし作るってなったら、あの皮とか剥い取ってもらうとか。あー、そうですね。時間がかかるようなものはしてもらう。あとでも週末とかをなんか2人で一気に作っとくみたいなのも楽しそうですよね。そういう妄想ばっかりよ、ほんと。早く紹介してほしいですね。もうまずさゆかちゃんからずっとプレッシャーかけるといや、私もちゃんとできたら紹介するんで、しょうこさんも紹介してください。さゆかちゃん怖いけんな。怖くないですよ。でも花嫁修行とか言ってさ、はい、しおるのに永遠にできんのも悲しいよ。そうですね、早くこの企画が終わるのが目標ですね。でもこういう企画をしようと思わなければ、はい、なんか料理しようってすら思わなかったかも。どうせ難しいけんじゃんみたいな。家族に振る舞ってみるとかもあり。ああ、確かに。泣いちゃうかも、お父さん。目標ですね、じゃあそれ。お父さん泣いちゃうかも。料理作って。で、ドッキリしよう。めっちゃまずいのやるっていう。味付け。めっちゃまずいの作って。めっちゃ感動だったのに。めっちゃ頑張ったけん、って。めっちゃうまいよ、つって。やったらめっちゃまずい。どんな反応するか。うまいかも、今回。綺麗に。結構うまくない？成長したくない？結構。はい。よし、こんなもんでいいっしょ。はい。よし。お疲れ様です。お疲れ様です。玉ねぎの皮は？これで剥くと？いや、違います。玉ねぎは。あ、普通にシューって。普通にシュー。はい。でも、剥きづらいかもしれないですね。一回切ったらいい？そうですね。切った方がいいかもしれないです。じゃあ次は、この玉ねぎの皮を剥いていきたいと思います。まずちょっと切って。これで包丁使うの初めて。
先に、ま、こう切ったら剥きにくいかな。なんかこう切るのが怖いな。確かに。どうなんですかね。まあ、一旦やってみます。あー怖い。私も怖い。怖い怖い。待って、これ絶対包丁の角度間違ってない。こんな綺麗もん。おお。ただこう切ったらこう切れそうじゃない？こう。そうですね。で皮むく？はい。でもこんなもっと切った方がいいよね。そうですね。もうがっつりいっちゃっていい？これぐらい。はい。切りやすい刃を。この包丁のなんか向きがめっちゃ使えちゃう。お、いいかも。よし。玉ねぎってどうやって皮むけばいいと思う？うん、卵の。この上の骨だけでいいと思う。はい。むけんな。普通どうやって。おお。お、難しいな。おお。いけてる？いけてます。なんかつまようじとかで持ってきてみます。これ。おお。おお。玉ねぎにこんなに苦戦すると。やだよね、このベタ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 触られてる。もう付き合ってる人だったら全然いいんじゃないですか。どうしよう。ここは切れてないから剥きづらいのかな。ここ。ああ。こうやってこうやって切っていくって言ったっけ？そうですそうです。ただ一回切ってみる。はい。これで。はい。で。むけんな。
おぉ。どうだ？抜けてます。抜けましたね。意外と苦戦しますね。これも同じように。よし。ああ疲れた。ああ疲れた疲れた。顔しか向いてない。じゃあ次は切っていきたいと思います。こう切ったよね、こう。はい。つけん方がいいと思う。てるんだったら、ここ切ったがいいよね。そうですね。ざっくりこのぐらい？はい、もう。きっと？はい、ざっくりで、太めでいいですよ。もっと太くていいですよ。これ？このぐらい、これ、ああもう全然全然いいの？このぐらいでいいと思いますよ。うん、でこっちは切った方がいい。このシーンみたいな。ですね。面白いの。これ関係ないけど、手が麻痺してるとか。確かに。普通の知識。あ、これからこれから。そうですね。まだ時間はあるね。ないからね、じゃあ先に切った方がいいんじゃないですか。あ、太い？うん、まあいいんじゃないですか、先生。なんかなんか時間多めに。違います、違います。あの、多めに、多めに煮込めば。ほら、こうやって切ったらいいかな。おお。切りやすそうですね。こんな太くていいか？本当に。じゃあもう一回切っときます。せっかちゃんがいいのに、まあ、柔くないし。はい、食べ応えがある方が良くないですか。じゃあそういうこと。やっぱ切るのスムーズですね。だよね、切る方が簡単だ。しかも何も使ってないけん。あの、ほら。こういうの。うんうん、なんかこうやって持っとると握力あるって勘違いされるんだよね、私。確かに。人差し指と中指で挟んでるんですけど。挟むことはできるんですね。いや、なんかね、それが、挟んでるっていうか、何なんだろうね。説明が難しいの。なんていうの？てか私テイクなくない？いや、もう。なくない？
でも私もです。だって言うてそんなさ、めっちゃ外で寄るわけじゃないじゃん。確かに出てないです。撮影ぐらいですね。おお。お。料理できる人尊敬するわ。難しいね。よし。じゃあこれはどうですか先生。はい。合格です。合格ですか。はい。じゃあもうこれは入れていいよね。はい、この辺つながりそうだっけ。こんな玉ねぎ入れるんだね。こんな太いけど大丈夫ですか。はい。乱切りとは？乱雑に。こう切る。はい、切ります。なんていうんだろう。すごいな。人参硬いっすよね、絶対。なんじゃこりゃ。ほっと。こんな硬いっけ、人参って。人参硬いです。あ、なるほど。斜めに。あもう丸でもいいですよ、全然そのまま縦に。縦に丸。あ、横か、横に、こんな。こう？はい。こう？はい。そもそも難しい。カット。太。太いね。一回、ちょっと、チンします？うん。どうせ太くなるんだったら、大きくなるんだったら一回チンします。半分に切れたら切りやすいもん。確かに。でもそれが難しいか。半分結構難しそうですけど。形はあれだけど。おお。で、どういう切り方すればいいの？こう？もうセンスで。センスあるよ。これ太いよね。人参ってどういう形だったっけ？センス。こういう感じ？太いよね。普通どういう？人参ってどういう形してるっけ？さっき動画見たんじゃないですか？これちょっと、いいか。
いい感じです。まあ、一緒。怖いです。よし、じゃあ次はジャガイモを切っていきます。はい。こうって言ったよね。はい。あ、でもジャガイモ意外と。ああ、でももう一回半分にする。こう？はい。こんな形だったっけ？うん、まあ。天才やな。急に、できるってなると強くなる。こんな包丁使えると思わんかったな。私も。もうちょっとなんか苦戦するのかと思ってました。ね、想像的に。しかもなんか何も使わずできるとはこういうの、うんうん、翔子さんもともと器用なんじゃないですか、うん、器用器用じゃないかもしれない。器用、超器用、超器用だった。もう何でもできた。あんまそんなエピソード聞いたことないですけど。ピアノしよったけんね、私。ああ。イメージないと。いや、見た目で言ったらでも、ピアノ似合いますよ。マジで？ピアノ弾いてそう？はい。はい、見た目で言ったら。どういう見た目？おしとやかでいい？いや、はい。まあ、だけ、違います。あの、喋ってなくて、動いてなかったら、ピアノ弾いてそうってことです。どういうこと？静止画、うん、いやいやいや、喋っても動いてもそんな感じじゃん。私めっちゃ今更だけど、はい、こんな量入る鍋ないかも。ちょっとめっちゃ今更だけど、え、入るかな、あれ、あのいつもラーメン作るやつ。え、あれじゃなくて、もう普通にあれでいいんじゃないですか？フライパンでいいんじゃないですか？そうなの？よし。終わりましたー。やっと。やっと。やばいなぁ。ネットには30分って書いてあったんですけど。もう2時間ぐらい。2時間経ちました。お腹すいた。まず合わせ調味料、合わせ調味料を事前に準備しておきたいと思います。大さじとかないんで、あの調べたらこれ2杯分が大さじ1って書いてあったので、地道にちょっと行っていこうと思うんですが、こぼしそう。しかもこぼれてる。ちょっとめんどくさいね。やっちゃうかも、パッて、はい、やっちゃいましょう。今のが、全然分からん。とりあえず、何が多いのかが分かってればそれだけ多めにする。あ、全部一緒、うん、じゃあ、一緒な感じで。とりあえず多いかな、とりあえずこんぐらい。はい、
プリンス。不安で仕方ありません。味見して足せばいいですよ。そんな高度な技できません。クマモン醤油できません。ちょっとお願いします。はい。あ、歯でいっちゃっていいの。いけますか。全然。うん、ルパーさん、かんなし、しかんせん。かんなしって言う。私初めて聞きました。どういう意味ですか。え、とっても。言い過ぎ。え、いいじゃないですか。油ってどんぐらい。ピンくらい。ピンくらい。こんな。あ、2か。言い過ぎた。軽く油を熱して。軽く油を熱して。剣を。え、もうちょっとじゃないですか。コーナーが手をこーってして、フライパンがあったかくなってたら、そんなちっこなくていいですか。温かいよ。温かい。もうちょっと。分かる。うわ、痛み効くかな。全部入れるんだよね。はい。あ、いいんじゃないですか。いきますよ。はい。切らんでいいというの。はい。え、普通にいいと。はい。やってください。絶対間に合うわ。いや、こんな大丈夫です。え、どうしたらいい。ほぐす。え、無理、やばい、どうする。ちょっと怖くない？おー、できてる？できてます。まだ。じゃ、肉肉肉肉肉。なんかやっぱひっくり返すの難しいね。もうちょっと、しかも大きかったらいいんじゃないですか。ああ、なるほど。か、まあもうちょっと具材少ないとか。あ、今から増えるけど大丈夫ですか。いや、不安で仕方ありません。全部。全部入れないよね。ですね、全部入れ、もう一旦
入れる？ちょっと減らす？そうですね。これ焦げんと。止めます、行った火。そうね。ちょっと少なめでいく？そうですね。なんか鍋がね、いけなさそうじゃない？いけるなら全然。いや、厳しそうですね、それ全部は。でもなんか、こう、ジャーってした、ね、玉ねぎが。確かに。入れちゃう？入れてみます、一回。それか、一回肉を回収して、でよかったかもですね。あとで混ぜ合わせるとかでも。失敗。ここに来て。減らそう。減らすわ。めっちゃブレてます。あ、気を取り直して。これ炒めるってこうずっとこうなってそう、まあ一旦これなんか肉動いそうじゃない。そうですね、もうちょい弱くします。弱火やなんかありやな、うん、でじゃあ水と砂糖、水と砂糖、水なんか飛ばないようにしてください。はい、大丈夫かな。不安になってきた。まあまあ、砂糖、砂糖、はい、砂糖、大さじ。砂糖ってパーってしない。あって。なんて書いてあります？入れてしか書いてないですか。じゃあパーって。全然パーじゃないけど。もう一回ぐらい、こっち行こう。よし。最後、諦めちゃったよね。あれは？した。落とし蓋。これ。あれ？あ、調味料。こんな感じ？ギューって。はい。美味しくなさそう。いや、美味しそうじゃないですか。美味しそう。うん。お腹空いた。よし。で、弱火。そちらの蓋をお願いします。どうなることやら。私はちょっと失敗な気がするんですけど。入れなかった。こいつも。途中20分経りました。はい。
よし、20分待ちたいと思います。20分経ちました。ちょっと見ていきたいと思います。止めたがいいよね。はい、おお、おいしそう。ないよね、つまようじなくうち。私に聞かない。あ、フォーク刺せばいいか。あ、一番でかそうな、このお味。あ、こういけば OK？ 刺した感じ、刺した感じ、うん、おお。今これがしょうこさんスタイルなんで。そうよ。え、どうしたらいい？オッケー？どうでした？多分大丈夫。あ、じゃあ、まあ食べましょう、もう味見せずに。え、本当に？ちょ、味、ちょ、あ、ちょっとだけ。分からん。んじゃ？食べるか。はい。食べましょう。はい。まず、まあ、安全そうなお肉からいただきます。うんうん、味、うん、味ついとる。はい、ついてます、ついてます、うん、多分。うん、玉ねぎも柔らかい。あのぐらいの大きさでよかったですよ。あおね、問題のじゃがいも？じゃがいも？人参？じゃあ人参で。うん、味が入ってない。うん、そうですね。なんか生の人参も。やばい。食べてる。ああ。あ、切れた。あ、切れてない。人参。じゃがいも美味しい。おぉ、人参だけ、なんか中の方は人参って感じでした。人参、うん、何時だろう、人参食べれんことはない。あ、全然食べれないことはないんですけど。お、食べてみます、しょうこさんも。食べてみよう。うわー、いただきます。じゃあ私も肉からいこう。これなんか肉とか固まって火通ってるよね。いただきます。肉固くない？それは肉の問題じゃないですか。そうね、でも味はいいね、目分量にした割には。はい、たまに、うん、おいしい。ちょっと人間が問題らしいけんじゃないのから。はい、うん、めっちゃ、じゃがいもうまくない？めっちゃおいしいです。むしろ火通り過ぎたぐらい。そんなことない。いや、ちょうどいいと思いますけど。これちっちゃいけんいいかも。あー、多分上の方にあるのとかも。あ、でも言ってることめっちゃわかる。なんだろう、めっちゃ言ってることわかる。人参ですよね、なんか。うん、なんで、人参ですよね。なんか
肉じゃがの人参ってこんなんだったっけって感じ。じゃがいもうまい。じゃがいもめっちゃ美味しいです。思ったよりでもうまくできてくない？はい、最初もあの野菜あの途中で途中の時はもうあこれもう失敗やって、うん、思ったけど、ほんとうん美味しい、いい感じに思ったより美味しく作れてよかったんですけど、多分っていうか絶対多分彩花ちゃんいなかったら大変なことになってました料理の基礎から学び直さなんなと思ったね。切り方とか、向き方とか。でも、なんか切るのは意外とできたんで、なんか皮むくのがめっちゃ大変だなと思ったけん、それをなんかいい感じにするか、もうなんか全部の工程を一人でするんじゃなく、それこそ皮むきだけとかはヘルパーさんにお願いしたり、あの未来の旦那さんにお願いしたりして、なんか自分ができるところをもうちょっと手際よくパパって作れるようになれたらいいなって思いました。でも第3弾あのやっと料理らしい料理をして思ったよりいい感じでできたのでよかったです。次も頑張ります。I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. あれしかない、一人暮らし用のあれしかない、二人暮らし用のあれしかない。